そったれな魔人どもお前に、なんで力が出ねえ。前で憎悪を抱く者は、何人をも傷つける術を失う。かわいそうに、その苦しみから救ってやろう。まず、開言が効いてねえ。当然のことです。自分より弱い者に、憎しみを抱くはずがないでしょう。それがこの私、傲慢の罪、ライオン神のエスカノール。出ることなんてないんだ。消えろ。リーダル。おい、それ以上手出してみやがれ。試合なんて関係なし。やるよ。ああ、お前おかしいぞ。もう勝負は決まっただろ。仕方ない。術式順天青、術式反転赤、挙式紫。払えたかどうかもわからん。神羅転生。ナルト、早く来てよ。ナルト！お前などに用はない。あるのは俺だろ。カラスマ、お前が育てたこいつらの中で一押しの生徒を一人、使う刃物も本物じゃなくちゃな。やります。物のナイフを手にどう動けばいいのか少し迷って。そうだ、戦って勝たなくたっていい。殺せば勝ちなんだ。普通に歩いて近づいた。ここで初めて高岡先生は気づいた。自分が殺されかけていることに。誰だって殺されかけたらギョッとする。重心が後ろに偏っていたか、服を引っ張って転ばし仕留めに行く。背後に回って確実に捕まえた。覚悟を見せてもらおうか。俺をカイトの仇だと思って撃ってきな。もしもそれがふぬけた一発なら、今すぐ代わりの判。本気でいいの？少しでも手加減したら、てめえは不合格だ。
く。私は日本に行きます。何を言っている。超人拳法の試練を見事果たしたら日本に行くことを認め、あれは今まで誰も成功したことなど。そうです、危険です。マオ、見事この鉄人を打ち壊してん。はい、だった。やるの。やります。感謝するぞルシフェル、ようやくこの姿に戻ることが。魔王サタン。その前に、僕も世界を支配するこの俺に地味な役割を押し付けてくれた。くそ。あれ潔く覚悟を決めろ。